で、その今年のクリスマスを境にうちの核が、フリッグからアラビアになるわけね。っていう大きな国にもなる。まあ、フリッグからアラビアになる。アラビアからフリッグになる。これはフリッグ。これはダブルの世界。で、ここは A の世界。実はね、じゃあ、おまんこは M の世界。次に母に。で、そういう縁じゃない場合っていうのは、ここは W が、このおまんこに、で W、W の形してるでしょ。ね、じゃあ、ここは何かと思う。ここは甘に、甘、ね。まあ、甘。甘って海のことでもあるから、毛が生えてない。っていう意味ね。パイパンとか言うけど。で、あと、じゃあ、ここはママ。まあ、お母さん。でもどういうことか、心臓がね、全身にとってお母さんなんでしょ。お母さんになるでしょ。役割として。いいの私。ね。シードの血を送り出して、で、みんながそれをヒーローに変えて、お母さんに返す。まあまあ、途中で浄化されるんで、ここでも浄化する。ね。心臓自体の浄化作用はない。ポンプ。しかし、陰陽を司る器官でもあるでしょ、心臓は。なんかお母さん。だから、銀。心臓と女。月、太陽じゃないね、心臓で。バラの象徴というよりかは、どっちかだったら、ユリというか、なんでしょう、カーネーション。っていうか、どうやったらお花じゃないね。お花っていいんじゃないから、絶対。陽だから、絶対。お花で象徴させたらあかん、ね。心臓は。各細胞こそがお花やねん、実は。でしょ種じゃないよ。どっちかと果物があって、種はおまんこやから、ね。花はって言ったらその時は、花。顔は。これが花、ね。この部分が花を表す。花。花。ね、成果。ね。ね。でしょ花。花。ね。すかさず、花。頭やほら、外胚葉。外胚葉が花。外胚葉、由来の部分が花。で、種は内胚葉由来。で、中胚葉由来の部分が、要するに、おっぱいって言ってる。母の。まあ、おむ。内胚葉は母。で、中胚葉が女。で、外胚葉が娘。っていう方がいいかな。うん。まあまあ、その比喩やから。な。だから、老婆、母、少女。っていう言い方もできる。な。老婆であってほしいのはみんなここでしょうけど。ハゲ、うんぬ、抜け毛、白髪うんぬんじゃなくて。ね。でも、賢くなったら白髪も増えたり。でね。まあ、そういった。まあ、ちょっと比喩に。今、まあ、比喩にまみれた話ですから、ね、そんな感じにしておきます。